ここに長谷部です。4日前にドイツブンデスリーガ優勝を決めたばかりです。裏へのボールが出ました。トラップした、判定する。岡崎下げる。本田圭佑です。本田、いいんじゃないですか。本田の左足のシュートだ。本田はね、素晴らしいですね。小倉さんこの歓声で今のねシュート揺れてない。揺れてるかもしれないです ね揺れてますよ。キーパー取りにくいと思いますよ。成長して帰ってきた本田圭佑、ゴール裏からの映像。まず岡崎もよく頑張りましたね。そして岡崎が本田圭佑に渡す。本田得意の左足のシュートは少し入れましたね。そして決めたのは岡崎です。キリンカップ開幕ゲーム、日本がまず先制しました。素晴らしいシュートだねこれは。ただやっぱり翔子さん、はい、中村健吾が持った時の岡崎の動きだと、ね、2人やっぱり合ってるね。はい、まあ、あのフィンランド戦ですよね。その時にも背後に飛び出したところを合わせてますけれども、はい、ああいったところってのは本当に大きいですね。結局そこから点になりましたからね今も。そうですね、はい、本田の左足のシュートからこぼれ球岡崎でしたが、絡んでいくというところでも自分の武器ですよね、はい、左足持ってますよねやっぱり彼は。そうですね、その19番本田圭佑にボールが渡りました。しっかりボールをキープしています。そして長谷部、中澤がこの位置です。キリンカップの開幕ゲーム、見事なハーモニー、日本代表。相馬さんに伺いたいのは、はい、まず中澤のプレーでしょうか。いやそうですね、カットしたところから前に走っていった形だと思うんですけれどもね、はい、ただ今のちょっとパスが合ってなかったんですよね。それをよくこの体のバランスといいタッチで前を向いて、はい、このパスも本当にいいところでしたよね。スピード落とさない最高の精度ですよね、パスはね。マリノスでもあんま見たことないですね。いやー相馬さん、はい、ディフェンスの中澤選手のトラップはもうエレス監督から厳しい声も飛んだかもしれませんが、うん、そうですね、まあ、そういった失態で生きられていますね、はい、そういうのもあるでしょうし、日本代表チャンスを迎える、うん、スルーしてシュートです。惜しい。中村健吾のスルーから最後は山田直樹、チャンスを迎えました。感じてたんだねスルーを。そうですね、はい、18歳の山田です。中村が触ってクロスを変えても面白いかなと思って見てたんですよ、はい、そこ入ってるの見えてるわけですからね今のも。日本のコーナーキックです。低いボールヘディングシュート。日本はセットプレーから3点目。阿部のゾーンだね、得意ですよね、マニアのゾーンはね。ポポと取ってるね、そこでヘディングは。いい形で入ってきて、見事にヘディングシュートを決めました。今日センターバックで先発しました阿部勇樹です。こうね、コンディション整えても、チャンスっていうのは打ってこない中で、こういう状況でポッと中澤と組んでね、そつなくディフェンスラインを統率してなおかつやってコーナー決めるんですね、はい、ロスタイムすでに1分が経過しています。さあチャンスだ、流した本田圭佑、よく狙ってたね最後までね。ロスタイムで4点目を奪いました日本。が流して、そして最後は本田圭佑。いやここの矢野のね、はい、体を張ったリーチのあるプレーもね味方に乱してるわけですから、はい、聞きましたよ、やっぱり前線からこう変わってきて、あれでこう追いかけてプレスをかけて、ね、はい、それがやっぱりこう最後のところで自分のチャンスメイクができたことにつながってる、大きいですよね彼にとってもいいプレーですね、はい、今小さい
まりよくわからなく見えるんですけども、山田直樹がやはりシュートフェイントでサイド当ててるんですよね。勝ちました日本チームにはキリンビバレッジ株式会社中尾俊光常務執行役員近畿建築本部長よりキリン一番搾り生ビール、キリン中杯氷結レモン、キリンラブズスポーツ各1年分が贈呈されます。岡崎の2ゴール、阿部勇樹のヘディングシュート、ゾッセロスタイムにこの本田圭佑のゴールが決まりました。本田圭佑はこれが代表初ゴールということになりました。いい形で日本が4対0、本当に強豪と言われたチリを破りました。改めて金田さん、はい、試合が始まってすぐにチリのプレッシャーを見ますと本当に大変な試合になるなという感じがしたんですが、その中で4対0